い、皆さんこんばんは。こんばんは。ジェイマンメイクアップ研究会の、ね、グループの皆さん、それから今日はたくさんのところで同時配信をしておりますけども、はい、ナビゲーターを務めさせていただきます KYC 秀子と池端秀樹です。そして全国各地の理事の皆さんにですね、今日は集まっていただいて、待ちに待ったコンテストの発表でございます。はい、まあそんなところで先ほどからですね、かなりねたくさんの方々がもうね、私の作品入ってるかどうかということでね、すごくね楽しみにね待っていただいてると思うんですよね。はい、そんなところで本当に今こんな状況でございますけれども、このメイクの力、このメイクの力っていうのはパワーがあるんですよということをね、この作品を通じて皆さんね感じ取っていただけたらと思います。もうね本当にね涙が出るほどね頑張ったなという作品たくさんありましてですね、実はかなり悩んだんです。本当に55の作品を応募いただいて、その中からですね21作品に絞るのに、このいらっしゃるメンバー、他にもいらっしゃるんですけど、理事の方々とどうするあするでですね、かなり激論になりましてですね、接戦に接戦だったんですね。その中で6つまで入りましたから、今日のね6つの入賞された皆さん、最後の最後まで楽しみに待っててください。それから私メイクはしないわっていう方でもですね、しないとかメイク興味ないという方でもですね、これを機会にですね一度こういう感性に触れていただいて、この美意識を高めるという意味でもですね、ぜひこのジェイマンのこのメイクの日、今日はメイクの日なんですね、そのメイクの日に合わせて何かこう自分のメイクを見直してみるきっかけになっていただけたらと思います。はい、ということでですね、もう早速ですけどもね、もう本当にたくさんの写真をねいただいてるんですよ。まあざっくり、まあね本当にどれもこれも一つずつやっていくとかなりあると思いますけどもね、今日はこんな感じで理事会の時のこの時の写真見てください。もうみんなで疲れ果ててます。3時間ぐらいかけてやりました。まあそんな形でですね、この写真を今日ですね、ご紹介もさせていただこうと思います。まあ、そんなところでちょっと最初にですね、ジェイマン理事長の小林照子先生に少しですね、お話をいただけたらと思います。よろしくお願いします。こんばんは、ジェイマンの小林照子です。メイクアップアーティストをやっています。今日はメイクの日、5月はメイでしょ、で9日だからメイクの日、これはもう何十年もジェイマンでメイクの日のイベントをやっています。で今回はパワーオブメイクアップというタイトルで、たくさんの方に応募していただいたその作品を今日は発表する日なんです。なんかもうワクワク、私は全部知ってるのでもう口に出てしまいそうでちょっと不安です。池端さんにさっきから怒られています。言わないでねって言われていますので、ぜひ皆さん楽しみにしてください。はい、ありがとうございます。今日ですね、東京渋谷の方ですね、渋谷、それから、福山河野さん、ちょっとはい、マイクをお見せください。こんばんは。去年もインスタの方に写真を上げさせてもらうのが私の仕事だったんですけど、まあ、今回もアップを私はさせていただきました。いろんな作品があって、そしてこう何ですか、票が入るのもやっぱりインスタにアップしたので、間でこうちょっとずつちょっとずつこう見てたんですよね。あ、この作品伸びてる、あ、こっちも伸びてる、あ、今このこれとこれとこれがデッドヒートみたいなのとかも結構なんか見てたりとかして、で、まあ、嬉しかったのは、去年に比べると多分参加、いいねの参加総数っていうか、の方がたくさんいらっしゃって、票がたくさんになっていったのがすごい嬉しかったです。楽しみにしてください。はい、ありがとうございます。はい、静岡から国こと岡野さん、お願いします。はい、静岡国ずというよりも、まあ、岡野国子と申します。それこそ河野さんがねすごく頑張ってくださって、インスタにもたくさん上げてくださり、それと応募してくださった方もね、当初ちょっと寂しいなと思ってたんですけど、大勢の方がまた応募してくださり、で今回またインスタがすごくこうトレンドに乗って皆さんこう見てくださってるっていうのを確認したので、今回の発表とっても楽しみにしております。はい、ありがとうございます。はい、とうこさん一言お願いします。はい、山口とうこと申します。よろしくお願いいたします。
私たちがこの接戦、大接戦で、どの作品にしていくかっていう、その時の、場面も実はすごく面白かったんですね。なので、その動画を載せたいぐらいなんですが、まあ、でも、ね、今日は発表をメインにお伝えしていきたいと思いますので、たくさんの個性的な作品が集まりましたので、それを皆さんに見ていただきながら発表させていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。はい。それでは、照子先生、そろそろと行きましょうかね。参りましょうか。まあね、ドキドキしますけどもね、粗相のないように、これちゃんと一つずつね、紹介をさせていただきます。はい。コメントもいただいておりますよ。ありがとうございます。うん。なりちゃん、ありがとうございます。名古屋から見ていただいてます。嬉しいな。ご無沙汰しております。そう、ワクワクですよね。このちょっと作品、この後ね、ずっと見ておいてください。で、一緒になって審査をしてみてください。はい、それでは進めましょう。まず、ノミネートされた方ね、さあ、この作品のタイトル、このね、タイトルもね、いろいろとね、すごく審査の対象になるんですが、作品タイトルがオリジナルアプリエンスということで、久山杏さんですね。女性の美しさを出す作品、モデルをきれいにしているところを感じる、クラシックでオーソドックス、メイクアップのバランスの良さを感じるというね、このコメントはですね、理事の方がね、ノミネートした方のコメントもちょっと入れさせてもらってます。はい、美しいですよね。これ福島さんが一押しでしたね。そうですね、うん、ビューティーで美しいって言ってましたね。はい、検定委員長に褒められたということでね、なかなかすごい作品ですね。はい、そして、はい、この作品テーマはこれすごくユニークでね、笑っちゃいます。マルゲリータ、はい、ネーミングがいいですよね。面白いすごいですよね、ネーミングがね、本当に。はい、この手がすごかったですね、手のあれがね、うん、はい、手のアートがね、うん、すごかったです。すごく美味しそうねー。さあ、そして出ました、うん、水風船、うん、これもお祭りをイメージできるというね、なんかこう本当可愛らしい作品でしたよね、うんうん、そう、本当に浮かんでるのかな、これね。お水の中にね、水の中ですよね、水の中っぽい、水の中にいますね、うん、そうなんですよ。それも本当に水風船のお祭りの雰囲気なんて楽しそうな、ね、はい、かわいらしい、うんうん、さあ、次の方はそう、ここ間違えたのお顔がよく似てるんでね、はい、これがそのトーストアイですよね、トーストアイ、はい、北田奈恵さんね、焦げ感がね、たまらんって、なんかね、焦げ感とね、さっきの食べ物ばっかりのイメージで、僕も間違えましたね。そうそうそう、これもなかなかすごいね、スムーキーをトーストとかけたの。バターの質感がね、また美味しいからね。美味しそう。はい、そして、今度はガラッとちょっと雰囲気が変わりますね。これはネイチャー。作品タイトル、ネイチャーで、宗田郁美さんですかね。はい。宗田ですね。宗田さんね。宗田郁美さん、すみません、はい、ごめんなさい。はい。はい、なんかすごく本当に人間力を感じるっていうか、なんかね、力強さ感じますよね。ね、異国の雰囲気があってね、ちょっと異空間でね、モンゴルにいるみたいな雰囲気。そうそうそうなんですよね。いいですね。はい。これ顔のところよく見るとですね、これ雲です。雲のね、感じね、これ Be Yourself というタイトルでございますね。まあ、あなたはあなたのままでいいんだよというこのメッセージですね。本当の自分。この絵は、優香さよさんでいいかな。僕一番最初、この、なんかこの、僕個人的にですけど、パッとこう、目が行ったのは、この顔のこの、笑顔のマークと、ずっとこう、なんか顔がですね、この入ってて、うん、なかなか、で、手の中にもなんかこれ、目をこう、仕込んでるっていうんでしょうか。目が描いちゃったのね。顔がね。
そうですね。うん。すごく面白いなって思いました。ね、輝きがすごく綺麗だったですよね。はい。はい、これは、ありのままに中華イメージヘアメイクも面白い、ビジュアル的に好きってね、理事の方がね、はい、押してくれました。世界観がありますね。お洋服も凝ってますね。これでも作品こうやって作るのにかなりの時間やっぱかかるでしょうね。うん、ね、構想からね、いろいろと。さあ次がまたガラッと変わります。これがまたね、何とも言えないね、苦境というね、はい、ここみくさん、これもね、最初パッとこの暗いなって一瞬見えたのがずっとアップしていくとですね、このなんか三日月のこの顔の陰と陽をこううまく表現している物寂しさとね、なんかでも光を感じるっていうんでしょうか。そう、光が見えますよね。僕結構これ押したんですけどね、僕はね。闇の中のなんかね、闇の中から感じる光みたいな、すごくね、そうですね、はい、ですよね。うん、ですね。はい、作品スカート。ですか、みなりのさんかな、はい、これすごくなんかこのこれヒールですかね、ヒールで、ヒールですね、作品で、シンプルなんだけれどもよく見るとお顔のところにも繊細なメイクがあったりして、足先までね、スッとしたモエルさんのこのバランスがね、足の先のね、モデルさんの足の先の緊張感なんてすごい美しいと思う。うんうん、綺麗ですね。はい。さあその次が、これがまたパワフルって感じですね。まあ自分らしいが好きというねテーマでございます。まあ美咲さん、ビジュアルが元気な感じ、トータルバランスも可愛く綺麗にできていると。まあ、テーマとコンセプト、作品のバランスがいい、自分の好きなものを振り切って作品と作品した写真にしたということでね、目立ちますね。パワフルでエンジョイしてるって感じですよね。そうですね、大盛り、盛り盛りね、はいはい、なんかね、大盛りなのにシンプルっていう感じね、まとまりがある。今度はまた一転しまして雰囲気が変わります。こんな感じですね。これは作品タイトル生でいいんかな、これ。生かな。まあ生きるですもんね。まあみのりさん、バランスが良い。人間じみてない世界でもおかしくないという。肌色質感、人間。これ全てバランスがいい。頭の部分をボリューミーに作ってるのに軽さがあるのはセンスだと思うということでね。そうそう、この空気感がね。これだけボリュームを出してるのに、なんかこう抜け感っていうのかな、ありますよね。そうですね。はいはい。さあ次がいきますよ。はい。ドン。これね。キラキラ。キラキラですよね。惑星を越えてというね。土井さんでよかったね。土井ゆかさん。ね、はい。斬新で質感が面白い、惑星とか宇宙とか地球に、こだわらない人が増えてきているイメージを先取りしているようで面白いと。これは僕もこれちょっとね、目が引いた作品でしたね。なんかこうあの映画僕めちゃくちゃ好きなんで、こう先を見ていくとなんかこういう宇宙人が地球人になるようなイメージが湧いてくるんですよね。ねえ、こんなベースメイクみんなしてたらどうなりますか、日本人が。こんなにキラキラなベースどうやってね作ってるんだろうって、何使ってるんだろうってちょっと知りたいですよね。そうですね、うん、まあ今これでいくつぐらいです、もうちょっと半分ぐらいね、あのご紹介させていただきましたけど、どうでしょうか、ここら辺までで、まだあの半分ぐらいあるんですけど、じらしていこうかなと思って。
まあ今まででもこうやって初めて見た方はどれがいいなっていうのは多分こうインパクトあるのがあると思うので、ご自身がですね審査員になったつもりでね、あのいろいろと考えてもらうと面白いかなと。でやっぱり今多様性の時代なので、これがいいあれがいいっていうのはもうみんな人それぞれの観点によって違ってくると思うので、やっぱりあの正しい間違いもないし、あの自分がいいなっていうものは本当にいいと思うんでね、あの皆さん一緒にね考えてもらったらいいと思います。さあ、あのまあ半分来ましたけども、どうでしょう。いいですか。はい、あのやっぱりね、ジェーマンにその応募してくる人たちっていうのはね、あの基本ができているっていう感じがすごくしますね、うんうん、あの本当に皮膚の感じを丁寧に出しているとかね、もう基本的に顔を丁寧に扱っているっていう作品がまずベースとしてあるっていうのが嬉しいですね。特にあの55作品ほとんどそうでした。でまた21作品に今選んだのを見ていただいてるけども、本当にね、あのベーシックな作り方ができている人が非常にこう新しい世界観を表現してるなっていうね、そういうのを感じましたね、今までの作品の中でね。他の人はどう思った？改めて見るとさらに面白さが、あの回数重ねて見るごとに出てくるので、皆さんも何度もまた、まあ、今日発表がありますけれども、発表もちょっと頭に入れつつも、もう一回あのインスタの写真見ていただくと、で大きくすると意外とこんなところにこんな構造がっていうのがあるので、また見ていただくと楽しいと思います。そうですね。じゃあ行きましょうかね、次。はい、次の作品がちょっとこの時間帯に食べてはダメですよみたいなやつですけど、すごい可愛らしいですね、本当に。口元だけなんですけれども、なんか美味しそうな感じだと、唇の、ね、形も綺麗に取られてて、またこのとろける系って難しいんですよね。動くとズルンってどこに行くの。なんか分からないのはね、ちょうど止めるのが難しいので、うん、でもすごい大変だったと思います。うん、そうですね、これ写真撮ってる、こう撮ってる間にぼーってこうか形が変わっていきますもんね、すぐに。美しいです、キラキラも。いいですね、はい。そして次の作品が、これはバンビね。原、七谷さんという、七海さんってどっちで読むか分からんけど、あの、はい、綺麗な肌の質感、髪の毛の花輪がいいですね、ということで、はい、かわいらしい感じ、かわいい、かわいいですね、この、 あのまつげなんかもこう白くして、白くってかわいいんですよ、ね、バランスがね、すごいよくわかると思います。うん、次の作品いきましょうかね。はい、はい、次の作品もかわいいですよ。はい、うさぎになりたくてというね、藤井あずみさんの作品です。人間らしさのあるウサギというね、動物すぎないバランスがいいということで、これ誰が感想だったかな、ミルク大使に出てきそうなモデルさんで可愛いというね、ことで言われてましたね。アキコさんが言ってたんですよね。あ、そっか、吉澤さんが、うんうん、そう、アニマルすぎないね、ところがいいですよね。このウサギのこの耳もなかなかうまく作ってますね。でなんか手作りっておっしゃってた、そうです、ね、うん、手作りです、ね、家族のなんか絆を感じますね。本当ですね。一生懸命娘が協力してるっていう感じするわね。はい、すごい協力してました。いい子ね。はい、次がちょっとまた雰囲気がガラッと変わりまして、精細という、精細、これ漢字でどんな漢字かちょっとわからないけど、こうなんやろ、生き生きと元気な様子みたいな感じですかね、そういうなんか漢字、
見てみたんですけど、渚さんっていう方ですね、小林渚さんがね、はい、うんうん、なるほど、赤みがすごくインパクトなんですが、よく見ると羽なんですよね、その、うん、羽が、ね、うん、黒い目とリップのこのラインメイクのバランスが綺麗でしたね、うんうん、そう、うん、そうなんですよ、インパクトなんだけどシンプルいう感じで目に入りますね、はい、あと残り、4作品ですね、ノミネート、あっという間に紹介してしまうような、このまま言ってしまうとね、ですね、で次の作品もシンプルですが面白い作品でしたね、タイトルが花瓶、花瓶、はい、竹谷さんがね、口が花瓶になってるって面白いですよ、花を生けてるのね、口にね、ユニーク、何とも言えないこの表情もまたいいですよね、でもなんか爽やかで、この肌の質感といい、ちょっとこう美しく眉もね整えて綺麗に描かれてていいですね、中性的にとても綺麗ね、おっと急にまた今度これはナインティーズガール中村あかねさんですね、はい、写真のアングルも面白いですね、うん、時間で撮ってね、うん、でほら指の先までもう綺麗にね丁寧にやってるわね、この写真も、うん、色がカラフルで、うん、ミックスされてて、うん、楽しそうな作品ですね、眉は、うんうん、眉は飛ばしてるのかな、前髪がね、金髪でこう降りてるから、うん、で目がインパクトで、うん、目力。ねえ、うんうん。これがまた、これ、煙かな、煙だと思うんですよね。ふわーっと前に白い煙が。うんうん、演出が面白いですね。リサさん、演出が面白いです。うん、ヘビの柄は描いたのかな。ねえ、本当に細かいですよね。すごいね、書いてあるわね。うん、上手ね。すごい上手なんだ。うん。うん、さあいよいよ最後の作品になりました、ノミネートあっという間の、ちょっと早く紹介しすぎたかなという感じですね、21作品です、最後の作品がこちらです、ドン、おっとという感じの、なんかね、このテーマが海峡湖、この世界観はなかなか、うん、目が離せない、何だろう、何があるんだろうって、こういろいろ見ちゃあちこっちあちこっちいっぱい見て、うん、でも絶対が、うん、こう不思議な世界観がきれいに作られてるっていう、うん、そうだね、この人、うんうんうん、なんか神秘的ですよね、なんか神秘的ですよね、うん、しかも統一感がありますよね、これだけ凝って作ってるけど、はい、ということで、どうでしょうかね、まあ、こんな感じで、21作品のノミネートあっという間に、発表させてもらったんですけども、本当にどれもどれもすっごい特徴があってですね、これもう一回だけちょっと見てもらおうかな、はい、順番にちょっと見てもらいましょう、
そういう感じでしたね、うんうん、本当にどれもね、うん、いやこれこう見るのはこうね一瞬でこう写真を見ることはできますけど、これを1枚が作るのにどれだけの時から時間がかかるかね、はい、さあちょっとここまでで21作品でちょっとまたね皆さんどうでしょうか、まあ なんかこう印象に残ったものとか、今回は第2回目になります。第1回目の時もねコンテストありましたけど、今回の特徴とかって何かそういうありますかね、なんか、うん、皆さん理事の中で感じたことってあったら、うん、トコさん、今回は例えば子どもさんをモデルに使うというのもあったり、あと中性的な作品が多かったっていうのもありました、うん、そしてちょっとこう悲しみとかそういうちょっとタフな面を表している方もいらっしゃれば、とても楽しいドカーンとした楽しさを演出している方もいたので、すごい幅広い作品だったので、見てて飽きないで、またいろんな審査員の先生方がこれはいいじゃないっていうのを見ていくと本当だねっていう感じで、新しい発見がいっぱいできた作品が応募されてたなっていうふうに思いましたね。本当にすごいですよね。河野さんどうでしょうか。はい、全体的にやっぱり前の、 フォトコンの時よりも作り込んだものがちょっと増えたかなみたいな感じはしました、うん、なんかビューティーなものが逆にその数としたらちょっと前の時は割とビューティーなものの路線のもの、ナチュラルだったりとかがたくさんあったような気がするんですけど、今回はもっとクリエーションしているようなものが多かったのが面白かったのと、うんうん、で、それに、の中でまたそのビューティーな感じの福島さんが好きって言ってたような、ああいうこう綺麗な普通のクラシックにビューティーな感じっていうのもあったりとかっていうのが、なんかすごいこうバリエーションに富んでたような気はします。そうですね。はい。はい、ありがとうございます。岡野さんはどう思った？やっぱり去年は今河野さんがねおっしゃったように、去年はまたそのなんていうんですか、ナチュラル系が結構多かったのもあったし、でまあ生徒さんが作ってくれた部分でデコラティブな部分、お顔とヘアだけっていうようなものも結構多かったんですけど、今年はね、まあ、全体的にトータルで作ってらっしゃる作品も多かったし、かといって可愛いお口、プルッとしてるお口 の、 モデルさんは多分顔引きつらないかしらっていうぐらいの私は心配感があったんですね。あれ撮るのに相当で時間をかけてらっしゃるだろうからそういう部分のパーツも面白かったし、うさぎちゃんなんて超可愛いのを見るとね、あ、ちょっとそのなんでしょうね、年齢層も幅広くなったのかなっていうのもあったので、去年はちょっとその若い方も学生さんが多かったですけど、でそういう意味ではまた次の回があるともっと違う楽しみ方が皆さんしていただけるかなと思いました。去年はね、去年は顔アートって言って顔を中心にした、ね、作品が多かったですよね。で今回はパワーオフメイクアップっていうことで、本当にね、なんか様々あったと思うんですね。で、トータルで全身で作り込んでいるっていう作品がとっても多かった。これはね、今年の特徴かなと思います。で、その作品をね、作ってる時の、なんか声が聞こえてくるようなね、なんかすごく楽しんでいるかもしれないし、早く撮ってよって言ってるかもしれないような、そういうこうみんなのね、こうワクワクしてる声が聞こえてくるようなそういう作品がとっても多かったと思います。審査して本当に楽しかったもの、ね、ね、楽しかったですね、うん、ね、もう一度ちょっと見ていただくとこんな感じで、本当になんかこうまとめて一覧でこう見ただけでもなんかすごく素敵な作品が一瞬でねこう目に入ってくるという、うんうん、ワクワクするわね、うん、いいですね、はい、まあ
せっかくなんでね、もうここまで来たら早く早くしてくれと怒られる可能性もあると思いますのでね、ね、そろそろこれインスタの方でもライブ配信をされてるということなので、ね、インスタで見ていただいてる方はちょっとこう写真とかがなかなか出にくいもんでありますんで、ちょっと早めにね、うん、そしたら発表をさせていただきましょう、はい、まずは近野さん、そのインスタの方を担当いただいてたので、はい、インスタの要は一般投票ということのちょっと、はい、流れから発表お願いします、はい、あ、私が、はい、あの、うん、一般投票賞ですかね、あの、そうですね、はい、いいねが一番たくさんあった作品っていうのを、はい、じゃあ私が、言います。はい、はい、今年も今年もです、皆さん昨年もあのいいね一番いただいた作品の加倉ゆきえさん水風船が今年もあの一番でした。おめでとうございますおめでとうございます。おめでとうございます。こちらですね、はい、すごい、あのあれですよね、あの水の中に入って撮影をされているので、多分その撮影する時もそれなり結構大変だったかなっていうふうにもあの思うんですけど、あのなんていうんですかね、好きなんだろうなっていう、この作品を作ったりするのが彼女は好きなんだろうなって、お会いしたことはないんですけど、あのとてもそう思います。おめでとうございます。おめでとうございます。さあ、なんかドキドキするなっていうか、もう本当に接戦だったので、もうどれも入ってもいいというね、あのスポンサー賞もこれ、あの 10作品ぐらいスポンサー賞欲しいですねっていうぐらいね、迷いました本当に迷いましたけども、さあ、それではですね、スポンサー賞の、発表いきましょうか。はい、まずは TFK 賞ということで、発表させてもらいますが、この TFK さんっていうのは、はい、はい、ちょっとまだお話ししましょうか、はいはい、あの TFK さんは神戸の会社でね、はい、あのすごくあのほら微生物酵素で、あのいろんなあのお薬っていうのかな、うんうん、サプリメントを作っているんです、うんうん、TFK っていうのもあるし、サンジュっていう、私あの毎日飲んでいるのがあるのね、うんうん、それからね、サンジュとかね、それからあの酵素のカプセルになっているものがあったり、百花玉っていうのがあったりね、いろいろとね、その微生物酵素が本当に人間の体に、特に腸にいいらしくてね、うん、あのとっても評判がいい薬です。薬じゃないか、サプリメントですね、うん、その健康食品の会社がいつもあの本当に応援してくださっています。その TFK 賞っていうのを取ったのが、はいじゃ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 んじゃんじゃん、こちらです。はい、うさぎになりたくてというね、藤井あずみさん、おめでとうございます。おめでとうございます。これは何歳くらいのお嬢ちゃんでしょうね。5歳ですかね。5歳、多分5歳か6歳、5歳じゃないですかねと思います。多分すごい頑張ってました。ヘアスタイルっていうのもね、時間がかかったでしょう。よく我慢してね、はい、協力してくれました。はい、可愛いです、ね、可愛いらしいですね。ねえ、お母さんも一生懸命作ってました。お母さんのお宅になったね。はい、それでは残すところあと少しですが、いきます。次はナリス化粧品賞さんということで、いきましょう。ナリス化粧品賞の作品は、さて、効果音出してください。オリジナルアピアレンス、久山杏さんです。おめでとうございます。おめでとうございます。女性の美しさを出す作品っていうね、本当になんかコロナでもお家でなかなかメイクもしないというね、ところをまたこのメイクをして、あの美しさをこうアピールしようよっていうね、何かそういうコメントを書いていただいてたと思うんですけど、まあ本当に素晴らしい作品だなと思いますよね。
なりすけ商品さんは、本当にあの、なりすけ商品の、あの、ビューティーアーティストの方々が、J マンの会員でね、いろんな検定試験をたくさん受けてくださってる方が多い会社です。で、うん。で、あの、この作品は本当にこう、ビューティーそのもの、あの、人を美しくするっていうね、完璧にそのバランスをとって、化粧してるっていうね、皮膚の美しさから、あのポイントメイクのバランスまで本当にあの見事にバランスが取れている作品だっていうので、特に審査員の福島さんがもうこれを大変ね一押ししてましたね。はい、なんかあのご本人のコメントもちょっと今読んだら、あのすっぴんでは出歩くのではなく美しい姿でいきましょうよと、女性の皆さんに向けた作品となってますって、なんかこうね、こんな時にこう元気をもらえる本当に、作品ですよね。はい、さあそれではあと次は残すところあとちょっとだ美ファイン賞ですね。美ファイン賞はもうあのどうやろモテゴ先生から言ってもらおうかな。じゃ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 ん、ダン出ました、おめでとうございます、おめでとうございます。このトーストアイっていうのがね、トーストアイ、あのピザの作品とあのこれと本当に間違いそうになるぐらいすごいインパクトがあってね。マルゲリータのマルテリータっていうのとね、そうなんですよ、同じ人が出してくれたんですよね。そうなんです、はい、同じ人なんですね。昨年のあのバナナの作品の人ですよね。そうでした ね, 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 ね、すごいなんか食べ物シリーズでなんか作品作ったらいいなって、なんかちょっとこれね、今私が知ってるだけでピザとバナナとこのトーストなんで、ね、あともう何作品か作ってもらって一堂にしてみたいなっていう感じがします。面白い。あの今五感ね、感覚の時代じゃないですか、うん、だからそのなんか五感に訴える味覚とかね、うん、なんかそういうものに訴えるなんか感覚的な作品で面白いですよね。ねえ、本当です、本当に美味しそうだもんね。んコメントね、あ、楽山さん、なりさん、作品を作っている声が聞こえてきそうな、ということでね。なんかこの塗られてるこのウェットなになってるところが、そのバター、そうバターの香りをなんかちょっと感じます。トーストだからかもわかんないですけど、匂いがしてきそう、美味しそう。でその焦げてる感じがまたよく出てるもんね。はい。鼻とかね。さあ、あと一つ。いきます。次のメイクアップフォーエバーのショーでございます。はい。さて、最後、撮れば。ディ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 な感じ、私も大好きなんですね。なんか本当モンゴルのなんかうんと素朴なね、自然の中で生きているそういうこうやっぱネイチャーっていうこの作品のタイトルね、そこからもこう感じられる人間もこう生きる原点みたいなものを感じる、なんかその生命力っていうのかな、そういうのを感じるすごくいい作品だと思います。河野さん、はい、なんかコメントありますか。あ、私ですか。あの今回あの昨年の1回目の時にはなんかまあコロナもあったせいもあるんですけど、うん、あの参加できたらいいな、みんなで参加できたらいいなって言ってたんですけど全然できなくて、今年あの、
私たち福山にいるそのメイクをやっている私の、うんうん、あの仲間ので作品をいくつか出した中の一つで、うん、あの選んでいただけて、しかもその吉澤さんと照子先生がこれが一番いいって思ったって言ってくださったのが、うんうん、なんかすごいあの嬉しかったんですよ。すごくあの丁寧に作ってあるんですよ。なのであのまあ彼女の個性を生かそうっていうふうに思って作ってたみたいですけど、あの出来上がるまで私も知らなくって、なんであの良かったです、うん、はい、あの頑張ったのがね、なんか認めてもらえて良かったんじゃないかなっていう、傍観者としてはそう思います。ですね。なんか本当にスポンサーになってくださってるメイクアップフォーエバーっていうのは、あの本当フランスのメーカーなんですけれども、ダニー・サンズというメイクアップアーティストが作った起こした会社なんですけども、本当にこう時代の先端を行くっていうね、クリエイティブなことをやっているメイクアップアーティストがたくさん所属している会社です。あのメイクアップアーティストたちがプロとして使うのに大好きな化粧品、これがメイクアップフォーエバーなんですね。あの私たちもよく使っているあの製品です。でこういうあのその中のアーティストの吉澤明子がこれが一番いいっていうことは、なんかこれからの未来っていうのかな、未来ってどういうふうに展開されていくんだろうっていうふうなものを示唆してるような、そんな感じが私受けましたね。この作品見て私もすごくいいと思ったけども、吉澤明子がこれが一番いいっていうふうに言ったってことは、あ、未来はきっとこの世界観かなっていうふうにちょっと思いましたね。ね、すごい素朴な作品ですね、はい、なかなかね、あの本当に頭で考えてもできないもんね。なかなかこういう色でね表現するっていうのはすごく大変だと思います。でも本当に良かったですねこの作品ね。あの僕も、うん、あの押してましたからね。いやいや、なんか昔の未来もそうですけど、あのなんかあのなんかに日本の昔の力強さとか、この今あの物が豊かになりましたけど、それまでにこうバイタリティを持ってみんなこうあの少女も少年も頑張ってきたっていう、なんかその時のエネルギーが受け継がれてる感もあって、でどんな こんなコロナの時でもこう力強く生きるぞっていう、この鋭いねこのエネルギーの目線っていうんでしょうかね。僕それすごく、うん、感動しました。エネルギーもらいました。はい、さあもうそしたらもう残すとこあと一つしかございません。もうなんかあっという間でございました。本当に、ね、ドキ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 でございますけど、どの作品があの本当に、ジェイマン賞になってももうね、どの作品でも本当にもうあの文句は出ないというぐらいたくさんね、今回本当にいい作品ばっかりでございましたけども、決まりましたね。これに決めましょうっていうのを最後の最後まで粘って皆さんで決めましたけども、さあその作品は何でしょうか。ここでじゃ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 1本ほどほっときましょうか。はい、さあヒントを言いましょう。今回第2回のですねジェイマンのこのフォトコンテストの、はい、ここに載っているテーマ、何でしたでしょうかね。何でしたっけね。何でしたっけでしょうか。それを思い出してみてくださいみたいな感じですね。はい、いきます。パワーですよ、パワー。パワー。パワーがいりますよ。さあ、いきましょう。パワーとなれば、この作品でしょう。おめでとうございます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 。すごい。もうね。コメントもいっぱいちょっと書き出ますけども、本当にこれね、あの美咲さんっていう方ですね、ビジュアルが元気な感じということで、トータル的に本当にこうもう自分の好きなもの全部あのフルで使い切ったみたいな感じで、でその顔もパワフルですよね。表情もパワフルで、それこそ音楽やってる人かなっていうぐらいでね、あの見えますけども、はい、まあ、こんなねあの作品が、大賞に選ばれましたよ今回ね。おめでとうございます。はい、ということで、まあ、あの岡野さんどうね、岡野さんからちょっと順番に、はい、また、はい、一言ずついただきます。はい、あのこの作品はあの私で関わっている専門学校さんの生徒さんの作品になったんですね。
なので、すごく、嬉しいっていうのと、もう、パワフルではっちゃけてる感じっていうんですか、そこの、生徒さんたちのイメージがそのままこう、バンと伝わってくる作品だったので、ああ、これ作ってくれたんだっていう、私はすごく、嬉しくワクワク、さして、この作品にもね、投票させていただいて、数をね、多くいただけたのでね、皆さんの賞賛の声があったんだと思って、自信を持ってこれからなんか先のお仕事につなげていってもらいたいなと思いました。はい。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。今、西博さんも拍手ということで、ね、見ていただいてありがとうございます。何さんも拍手、やっぱりテーマと作品作り大事ですということでね、やっぱりということでね、やっぱりこう皆さんも一緒に審査をしていただいたときに、なんか、これって思ったんですよね、やっぱりね。はい、ありがとうございます。拍手です。はい。河野さんのコメント、この作品のコメント聞いてなかったかな。私は、この作品は本当なんていうんですかね、パワーオブメイクアップっていう、そういう、テーマにすごい合ってる作品だなっていうふうに思いました。うん、トータルで、なんていう、目指しているところがちゃんとこうしっかり、まとまってるし、そして元気はあるし、で、いいなっていうふうに思いました。はい、そうですね。ありがとうございます。とこさん、うん、はい、はい、あります？うん、パッと見た時のこのカラーのインパクトもそうですし、グッとお顔に寄った時の生き生き感もとても素敵でしたね。なんかモデルさんからもこうみなぎるパワーが、はい、もうこのお洋服とお顔と全部マッチしてバランスが良かったです。ありがとうございます。ということでね、本当にね、おめでとうございました。照子先生、また、ちょっと総評もありますしね、はい、一回、まあ、この作品に対してもそうですけど、なんか、いろいろと、総評を聞くのはちょっとまだ早いですか、まあ、でも、なんかね、はい、いやいや、いや、いや、聞きたいです、聞きたい。聞きたい。あ、メイクアップパワー、メイクアップパワーと、こういうね、何ちゃん書いていただいてます。いや、本当にメイクはパワーをね、与えてくれますから、この、そうここにね、書いていただいてるね、この、文言がですね、まあ、ジェイマンの今年の目標で、ちょっとこう、年末にやっぱりメッセージを、これは照子先生がメッセージしていただいてないと思うんですけどね、まず、そのコロナで1年間いろんなことがあったと思います。皆さんそうで大変だったと思うんですが、ここでね、美容やメイクアップは人に自信を、勇気を、前を向く力を与えてくれます。このような困難な環境下こそ、私たちのようなメイクアップアーティストの心がけ、知識や技術が人に寄り添い、社会を明るく元気にしてくれることと信じていますというね、このメッセージがですね、その今年の始まりにいただいてたメッセージなんですね。これ、まあ、改めて読ませていただいて、こういうフォトコンテストもね、こうやって無事にできて、本当にこう見ていただいた方もすごく刺激になったと思いますけども、照子先生、また総評をそうしたらお願いいたします。はい。今回のこのジェーマン賞を取ったこの作品もそうなんですけども、本当にエネルギーがあります。メイクアップって本当にこう、もうこれでもかってこの作品と同じようにね、もうどんどん盛り付けていくっていうのかな。で、持って盛り付けすぎてからシンプルにしていくっていう方法もあるんですけども、もうこれだけ大盛りに持っていくと逆にシンプルになるっていうね、こういう不思議感もあるんですね。うんうんうん、私はこの作品を見てね、もうここまでやるかっていうぐらいに、もうどこからどこまで手抜きなくやってるわけよ。ね。この手抜きなくどこからも全てに大盛りに持っているっていうね。このね、大盛り感が逆にその本当にシンプルに見えるんだっていうふうに、非常にね、気づきを与えてもらったなっていうふうに思います。ね。メイクアップアーティストっていうのは、クリエイトするのが大好き。ですからね、どんどん人のためにこうクリエイトしていっちゃう、ね、でも作品として見るときにそこからそぎ落としていくっていうときにとってもこう美しい魅力シンプルみたいなものが出てくるものなんですね。
うん、だからそういう中でね、今回は本当にいろんな作品があった。そして今回6作品を選んだっていうことは、私たち本当に偶然ですけれども、21作品から6に落とし込んでいく、まあ55から21に落とし込むっていうのも本当に大変でした。それほど力のある作品を皆さん応募してくださったからなんですね。で、21に絞り込んだことからまた6に絞り込んでいくっていうのは本当に大変だったけども、審査員の私たちもすごく楽しかったと思います。そして偶然にも選ばれたのが非常にこう素朴な原点であったりね、それから家族愛っていうのをこう感じるような、絆を感じるような作品であったり、ね、それからこういうふうにもうてんこ盛りにしていくクリエイティブな作品であったりね、それから何か本当にビューティーとは、あの このように全てをバランスよく美しくするものでございますよみたいな、そういう感じの作品もあれば、なんか本当にあの今回はあのこう軽やかな空気感があったりね、なんか不思議な面白さがあったりね。で、そんなことで私たちは本当にあの6作品に絞り込むっていうのに大変だったけども、あの結果見てみたら本当にいいバランスで選ばれているなっていうふうに今回思いました。これは審査員の人たちの目の高さっていうのかな。それからこの作品でもあの票がね、たくさん集めて出した、皆さんがにこれ270何票集まっていたんじゃなかったかなね、っていうふうに、あのすごく何百票も票を集めてくださったっていう作品が多かったっていうことは、それだけ皆さんが関心を持ってくれたっていうことですね。ジェーマンっていう私たちがもう20何年も続けてやってきた、でしかも私たちのやり方っていうのは非常に大真面目にやってきた。でこれはメイクアップアーティストっていうのは本当に人の大事なお顔、一番尊厳を持つ人様のお顔に寄り添う、でこういう仕事ですから、マナーを持つとか人に対する思いやりを持つとか、それから私たちが衛生や常に健康に気をつけている必要があるとか、それからお客様の皮膚をとても大事に扱うとかですね、それからベースメイクアップの丁寧さから皮膚というものを大切に表現するとか、そして美意識の高い、それからやはり常に時代の感覚、まあ流行という時代感覚みたいなものも常に勉強していくとかね、そんなふうな努力をしていくために、あのジェーマンというのはずっと真面目に検定試験やなんかを中心にしながら、しかもその検定試験というのも簡単なものではなくて、本当にあの一番まあ低い3級検定っていうのも受けるのに本当に大変なぐらい、技術的なことやマナー的なことや、それから美意識であるとか、人に対する寄り添い方であるとか、それから理論であるとかね、あの全てそういうものをあのクリアしないと3級検定に受からないっていうふうな、そういうこう検定試験などを中心にしながら、または季節や 年代によって、やはり新しいものっていうのはどんなことが次に起こってくるのみたいなことも常にトレンドを意識して勉強会を開いたりですね、そんな風に非常に真面目にやってきたジャパンメイクアップアーティストネットワークなんですね。で、これは私たちのこの20年以上、20何年経つかしらね。ね、メイクの日っていうのを商標登録してからもう20年以上経っていますからね。で、こういうこう本当にあの真面目な、初めにやってきた団体というのは、そう他にはないんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、こういうその土台、根っこをしっかりと身につけていた人間っていうのは、やはり幹、太い幹を持っていて、どんなに台風が来ても、どんな風が吹いても、竜巻が起こっても、倒れないような、その本当にこう根強い根っこと幹を、太い幹を持っているっていう、その考え方を持って、ジャパンメイクアップアーティストネットワークというのは今までやってきました。そして理事の方々もみんなメイクアップアーティスト、いろんなあの日本のいろんなところでね、あの頑張ってくれているメイクアップアーティストたちがこうやってね、あのまあオンラインの時代になったから余計こうあの毎日毎日寄り添うこともできて、で本当に真面目な活動をしているっていうのは私たちジェーマンの特徴です。でこれからもね、
ジェイマンっていうのが本当にあの5月9日メイクの日を中心にしながら、これからの1週間いろんなメイクアップアーツ、今回のこのね、あの社員にもなってくれた理事の人たちが一人一人が池端さんと一緒に対談をしていくというふうなことが企画されています。でこれは本当に面白いメイクアップアーティストでなければの話がいっぱい出てくると思います。すごく楽しみにしています。こんな風に5月9日メイクの日、それから5月というのをメイクウィーク、メイクの月、メイクウィークという風に持っていって毎年、まあ、イベントをやっている。今回はこういう形でイベントをやりますが、ぜひ皆さんのお力でね、ジェイマンを盛り上げていただきたいという風に思います。で、ジェイマンに参加するのは本当に簡単なことです。メイクアップに興味がある人であれば、どなたでも参加できます。そして常に情報が、そういう新しいメイクの情報であるとかね、そういうものが届くようになっているというふうに、メイクを勉強していこうとする人、それからすでにメイクアップアーティストになっている人たち、活躍している人たち、いろんな組織の中にいる人たち、フリーでやっている人たち、いろんな壁の中に閉じこもるのではなくて、壁を越えて、ね、そして、世界中とつながっていくというふうな、こんな活動にこれからもやっていきたいなと思っています。ぜひ、メイクアップに興味のある人は、ぜひご参加ください。池端さん、どうもありがとうございます。はい、どうもありがとうございます。ありがとうございます。はい。ですね、今、理事長の小林照子先生から言われたように、この5月9日メイクの日、ここからですね、1週間、今年はですね、1時間番組をですね、明日もやります。1週間やっていきますんでね、ぜひぜひ楽しみにしてください。で、明日のですね、流れを少しだけ、お話を、担当のですね、河野さんの方から、ちょっとご説明お願いします。はい。明日は、9時から私が、フォトグラファーの、岡本拓也さんと、ライブで、トークをしようと思っています。で、まあ、メイクウィークということで、まあ、メイキャッパーのいろんな先生たちが、メイクの話をするんですね。で、私は何を話そうかなと思ったんですけど、やっぱりメイクって本当に瞬間にって言ったらおかしいですけど、朝したら日常だと夜にはもう汚れになって落としちゃうし、クリエーションしても、そのクリエーションしたものは人の気持ちには残るかもしれないけど、やっぱり消えていくじゃないですか。それを残してくれるのは写真とかビデオとかカメラですよね。ってなると、やっぱり私たちが作品として残していただくために、カメラマンのその力っていうのは、すごい大事っていうか、私たちにとってはすごく、どのカメラマンさんと一緒にやるかとか、それからどうやったらそのカメラマンさんに自分たちが作りたいものを共有していけるんだろうみたいなことって、やっぱり思うことがあるんですよ。なので、私が、お願いしたいって言って、まあ、受けてくださったのが、今回、広告写真家で、広告を主に撮ってらっしゃる方で、なんていうんですかね、いろんな広告もされますけど、その美容師さんの作品作りも、されていて、JHA などのフォトコンテストなどにも、まあ、作品をいくつも出していらっしゃる方なんで、カメラマンさんと、まあ、どんな話をどこまで聞けるかわかりませんが、ちょっといろいろヘアメイクとしてちょっと聞いてみたいこと、そしてカメラマンさんとしてヘアメイクだったらどういうこうヘアメイクに対してどう思ってるのかみたいなこともちょこっと聞けたらいいなっていうふうに思っています。よろしくお願いします。はい、ということでね、本当に、楽しみにします。僕も少しカメラねいじってますんで、ぜひぜひ、絡めさせていただけたらと思います。で、最後にですね、コメントいただきました名古屋のね、同じ理事の成子さん、はい、手抜きがないパワー、私も継続いたします。メイクアップから広がるパワー、人を敬う心とマナー、真面目に邁進、ジェイマン、メイクの日に素敵なお時間を過ごさせていただきました、ありがとうございました、ということでございました。本当に、最初から最後まで見ていただきましてありがとうございます。はい、ということで、なんとか無事にですね、はい、ちょうど1時間経ちましたんで、この辺で終わらせていただきます。もう本当にね、たくさんの応募、写真を応募いただいた皆さん、お疲れ様でした。そしてありがとうございました。受賞された方々、本当におめでとうございます。ということで、これからもね、メイクで力を、パワーオブメイクアップね、頑張っていきましょう、ということでありがとうございました。それではまた、明日、同じチャンネルでお会いしましょうありがとうございます。ありがとうございます。